どうも皆さんこんばんは、クカトトでございます。はい、またまたやってまいりました。新山トリプルゼータコインということで、なんと今年に入ってからもう3回目、4ヶ月ぐらい経っての3回目の販売となり、これまでね、数々の激戦を繰り広げてきた、そうでもないや、まあそんな感じのコインなんですけれども、今回カカトとツイッターにですね、商品をかけて今回引く2体のキャラを、まあ当ててもらうという大会を開かせていただいたんですけれども、ツイッターフォローしない方はまだ概要欄にリンク貼ってあるので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。あと、あなたこのチャンネルも登録して、というわけで早速回していきたいと思います。では行こう、カカトと。さあ、というわけで早速回していきたいと思います。頼む。まあ、軍神か、なんか黒い冬ドレッドかなんかが来てくれればいいと思っているが、さあ、1枚目。さあ、果たして、何が来る？おぉ、ちょっと予想外のやつ来た。ただ、こいつ予想してる人ちょくちょくいたし、豪傑がなんかね、仮面ライダーのやつしかいなかったから、まあ、かなりいい方なんじゃないかなと思っているが、2枚目。さあ、2体とも予想できる人はいるのでしょうか？さあ、今運命の2枚目が回されました。さあ、出てくるのは、おーおー、なんて読むのか知らん。ということで、はい、以上。さて、ではここからが問題でございます。当選者はいたのかいなかったのか、ちょっと確認していこうと思っているが、なんか単体で予想してる人はちょくちょくいるけど、今回は2体当てないとダメだからね。はい、うん、いたらどうする、もう土下座するわ。ということで、当選者はいるのでしょうか。怖いねこれ。いや、もともと0名様にって書いてあったから、うん、まあ、こういうことやるから嫌われるんだろうと思うが、案外予想してる人少ないな。てか、いないな。さあ、最後の方かなと思うが、わりかしいない。陽線を予想してる人が、まず少ないかな、という印象だが、果たして0人になるのか。いや、案外いないんだな。いたー。ちょっと、申し訳ないので、フォローだけさせていただきます。はい。